地雷系の女装したいな。地雷系女子の女装がしたい。くーまちゃーん、こんばんは。くーまちゃーん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 。いや、いらないっす。はい。いらないです。いらないです。どうしよう、缶コーヒーでも買いこうかな。最高の肉、なんだろう、アフアシティだもん、なんだろう。でも普通にシャトーブリアンとかじゃないの、知らないけど。 トイレは行きたいけどめんどくさいです。クマさん、ありがとうございます。特命だ。クマちゃん。クマちゃん。買ったやつうざいからブロック。あ、匿名の方、ジュエリークマシャン、やったー、ありがとうございます。やったー、ジュエリークマシャン、ありがとうございます。クマシャン、クマシャン、クマシャン。缶コーヒーは、買いくんめんどいんだよね。缶コーヒーを買いに行くことすらめんどい。てか寒いからね、今外。いや、俺行こうかなって思ったんだけど、さっき。普通に考えたら寒いからな。なんか昼間とかはさ、別に寒くないじゃないですか。晴れてれば。でも今夜寒いからね。で、着るもんとかない。上に羽織るものが、いや、あるんだろうけど、どこにあるかわかんないんだよね。
て上に羽織るものを親に言ったら、今言うんじゃねえよとか急に言うんじゃねえよとか言うからめんどくさいね。親が全部しまっちゃうからね。いや、明日のココナッツポッキー楽しみやな。うん。ココナッツポッキー、あれ美味しそうだった。これココナッツ味結構好きなんですよ。なんかさ、ココナッツの中にさ、ナタデココじゃないけど、なんだろう、あれが入ってるの美味しくない？なんか変なちっちゃいつぶつぶみたいなやつ、あれなんていうやつだろう。なんかちっちゃいつぶつぶが入ってるココナッツミルクみたいなのあるじゃん。ああいうのとか美味しいよね。なんかデザートみたいなやつ。あとは純粋にココナッツミルクのやつとか。前なんかね、セブンイレブンにね、あ、セブンイレブンじゃない、ファミマ？まあ、今も売ってると思うけど、ファミマにさ、なんかココナッツののなんかやつない？あれ美味しいよな。ファミマになんかこうやって、プーって刺して飲むやつ、あれなんていうの？タピオカじゃないです。ファミリーマートのなんかココナッツドリンクみたいなのよ。あれも美味しい。フラペチーノとかじゃない、あのお店で作って飲むタイプのやつじゃないです。普通にファミマの商品として並んでるやつですね、飲み物のコーナーに。トイレ行きたいけど行くのがめんどくさい。ティッシュ渡す。トイレ行きたいけど行くのめんどくさい。どうしたらいいでしょうか。行くのめんどいな。あ、フワシティどうも。めんどいよね。
こっち来てない。めっちゃこっちだな。めっちゃ近づいてきてる。え？目の前で止まったんだけど。嘘でしょ？完全に俺ん家の前なんだけど。いや、それはない。さすがにないでしょ。さすがにないでしょ。え、本当に目の前だよ、今の。音的にもそうだし、あと今、多分みんなには見えてないと思うけど、この障子があるんですよ。そこのところが、こう、あの、パトライトのなんか光っていうかで、なんかこれ、もう、なんていうの、止まった時にあったから、もう本当目の前ですよ。あ、こんばんは。いや、まあさすがにそれはないと思う。多分だから本当隣の人とかそんな人なんじゃないの。さすがにないでしょ、うちに来るって。いや、てかね、それやったら本当ガチの、偽計業務妨害だから、そこまでやる人いないと思う。で、それやったやつがマジで捕まるからね。うん。さすがにそれはやんないと思う。で、俺のアンチなんてヘタレだから、まあ、ヘタレって言い方もあれだけど、あ、KP20 個とも。なんかさ、結局なんか迷惑通報とか散々するくせに、ガチで逮捕されるような偽計業務妨害やってこないから。なんかいつもギリギリなラインで、なんかこれぐらいじゃ大丈夫だろうみたいななんか通報しかしないから。一番立ち悪いよね。だったらもうなんだ、完全に捕まるレベルのやった方がさ、一回捕まってさ、もう二度となんか再犯しないみたいな風になるのにさ、うん、なんか絶対捕まらないギリギリのライン攻めてくるから、立ち悪い、一番立ち悪いんだよ。ずーっと迷惑かけ続けるっていう。あれです。なんかワンちゃん。うん。こんばんは。めっちゃ近所っすね。でも多分隣の家とかそんなレベルだと思う。隣の家ってか多分目の前の家か。うん。だって俺未だに実は救急車呼ばれたこと一度もないんですよ。だってヨッサンみたいにマジで捕まるからね、そんなことやったら。警察とかはさ、なんか、なんだろう、ほら、例えば不審者がいるみたいな通報だったら、まあ要するに、その、まあ、スマホをね、持ちながらこう、配信してたら、普通の人から不審者っていう風に思えても仕方ないよね、みたいなラインあるじゃん。そういうラインだから、一応それで、偽計業務妨害まで行って、じゃあその人が、ね、まあ明らかに俺に嫌がらせするのが目的なのはもう分かってるけど、その、まあ俺のリスナーとかだったら分かるかもしんないけど、警察ってそういうの分かんなかったりする人もいるし、あとそういう言われてもさ、結局、スマホでなんか歩ってる人がいたらさ、結局そういう風に思われても仕方ないよねみたいなラインもあるから、だからそこのなんかうまくなんかそのカモフラージュして、ただの本当はね、本質的なところはただ迷惑通報なんだけど、俺に迷惑かけるっていう。うん、まあ俺にっていうか、俺になんかこうそういうのよこして、正確にはその警察とかに迷惑かけてるんだけど、うん。でもそのラインだとなんかほら、なんかそういうんで、なんか一応正当な感じで呼んでるかもしれないっていうニュアンスが残ってるから、まあ、結局は本質的なところはただの迷惑通報なんだけど。あ、アザスハイキングみたいなやつ。でもさすがに何も怪我してないのにさ、救急車呼んだらもう明らかなもう偽計業務妨害だから、それマジで呼んだやつガチで捕まる可能性高いから、だからやってこないんでね。うん、あ、ティッシュどうも。